伊達崎神社という神社ですね。神社参拝していきたいと思います。宗像大社から15分くらいですかね、車でのとこなんですけども、岩倉が山頂の方にあるそうです。富士かな、トイレもいいですね。行けるは行けるんですけど、まあ、すごい整備されてるかどうかはちょっとわからないので、スニーカーで行ってくださいね。必ず杖が用意されてあるので、まあ、行ってよしということなんでしょうけども、奥宮はこちらの方向に行ってくださいと。で、大那智少な彦、要するに大国主ですね。その後、薬師瑠璃光如来さんっていいのかな、私は仏系わからないので申し訳ないですけど、まあ、なるべく日が照っている時に行ってくださいね。で、ご主人が納めてくださいと書いてあるんですが、あるのかな、ないっす、ね、あったんでしょう、きっと動物が本殿に行くので鍵を閉めてますと言っております。どうしてもしょうがないですね。古いお札がこちらから書いてあるんですが、子供さんの引き付け防止長寿祈願ボケ封じというのも摩利支天様ですかね、あります。今日はもうちょっとあれがないです不思議なかったあれですけど、じゃあ行ってみますか奥冬の方へ。